まあ、その松本さんがですね契約している弁護士、本当にバカで、ポイントってこの123なんですよ。123って何かって、まずね、松本さんがその10年ぐらい前にホテルに行ったのか行ってないのか、もうここがまず最初のポイントなんですよね。で、原告である裁判を起こした松本さんの方は、そもそもこのホテルに行ってないっていうんだったら、もうその行ってないことを主張してですね、週刊文春が松本さんがホテルに行ったことを証明したら、はい、終わりなんですよ。文春の価値、松本さんの負けなんです。つまり、原告は行ってないことを証明できれば松本人志さん勝ちなんです。これめっちゃ分かりやすいですよ。事実無根って最初に言ったから、事実無根って何かって言ったら、ホテルにすら行ってませんっていうことを主張して、文春側が行ったことの証拠が出なければ、松本さんの勝ちなんですね。もうめちゃくちゃ簡単です。ホテルにも行ってないんだったら、その後の性行為があったかどうかとか、それが同意があったかなかったかって、いちいち判断しなくていいじゃないですか。もう一撃で勝ちなんですよ。もう裁判もう次回で終結ぐらいの話ですよ。